いらっしゃいませ YouTube ユーザー、洋風居酒屋袋のクロワタです。本日は逗子にある山岳フィールドガーデンレストにお邪魔させていただきました。そして、本日フィールド マネージャーの山村さんとゼロ様のクマムシさん、すいませんお邪魔します、僕の3人でこのガーデン Z を紹介していきたいと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。はい、まずはなんですけれども、ここが一番セーフティーエリアに近いところですね、はい、でここはあれですよね、もうバリケードとかがすごいいっぱいあって、はい、普通にバリケード戦ができるような場所になっている感じで、ここはまだあれですか、あのデンジャラスゾーンじゃないですか。そうそうです、はい、ね、あとあっちにもね、はい、あのスナイパーポジションっていうんですかね、はい、あそこマルさん登りますか。あそこは素通りするけど、あさらに行くからさらに行くんですね。上級者になってくると、はい、あそこで止まっちゃダメっていうことだ。そうです。なるほど、はい、ではそんなデンジャラスゾーンにですね、少しずつ足を踏み入れていきたいと思います。よろしくお願いします。はい、はい、デンジャラスゾーンに少し足を踏み入れたんですけど、ここはまだデンジャラスじゃないですか。違います。違います。もっと強烈です。もっと強烈。でもちょっと、ね、横を見るとですね、木しかないんです。森の中にバリケードはあるんですか。正直自然の樹木がバリケードです。あ、巨木がバリケード。そう、見渡してみてください亀山さん、これね、本当に山なんですよ。昔のサバゲーってこういう感じだったって僕は経験したことがないんですけど、はいはい、実際こういう森の中で皆さんが遊んでた、はいはい、そのままを残してやってらっしゃるイメージで大丈夫ですか。その通り。その通り。でもこの僕らが見てる方向、はい、奥側のフィールドって、はい、ほら、ここにちょっと布のバリケードがあるよ。あ、ありますね。あれフィールドなんですね。だからね、あの、はい、あの画面見てる人は分かりづらいんだけど、はい、木が基本的には垂直なの。そうですね。それに対しての斜面がどうかを見てもらうと、はい、大体こう斜面の雰囲気が分かる。なるほど。で、ここら辺でまだ垂直にもなってない感じなんですね。まずは両側に谷があって、はい、そこを一本道あるって感じですかね。どの通り、はい、そこにはバリケードがあるという感じで、ここがその一本道になってますね。さっき、動画を撮ったのはここの真下です、ね、真下の看板のところで動画を撮ってました。そしてそこからえちらおちら上がってきました。ではここからの見晴らしはこの辺にして、あれですね、はい、デンジャラスゾーン、クマムシさんの出番です。頑張るぞ。ではゼロ様のクマムシさんに体を張っていただきたいと思います。乞うご期待です。はーい、はーい、クマムシさん下に行け。あ、来た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 、ああ登ってる登ってる、あうわ、すごいすごいすごい、早い早い、よしよし、あー、いらっしゃいませー、お疲れ様です、お疲れ様です。ほんと食べたこれね、今銃持ってないからね、このスピードで上がれるけどね、はい、無理だからね、あの片手銃とか持ってたら、はい、ね、これみんなだって、はい、プレートキャリアもつけてるし、はいはい、銃もセカンダリまで持ってる状態で上がってるんですよね、はいはい、ね、で、はい、今歯入ってるでしょ、はい、でもこれね、はい、常連さん普通に猿のように登ってくからねこれすごいっす。で、今山村さんからお言葉あったんですけれども、この崖、はい、関東が、はい、関東随一と言っても過言ではない、はい、そういうわけです、はい、高低差はおそらく、はい、ですね、関東一だと思いますね。関東一の高低差、はい、そうです。最大斜度としては、ええ、僕の見立てで言うと、はい、70度ぐらいあるんですけど、いや、もうおっしゃる通りです。あ、そのくらいあります、ね、70度70度って正直こうやって立ってると、はい、あれですね、はい、滑落とかしますよね。はい、はいはい、その通りです。日本一デンジャラスなフィールドでもございます、ね、滑落の気が十分ございます。滑落する人はやっぱりいますか、はい、たまにいます。
でも皆さん本物の戦闘と同じようにですね、はい、皆さんこの中で遊んでもらってるんで、まず滑落の危険はないんですけれども、はい、まあ実際問題、ちょっと銃を落としちゃったみたいな、ゴロンゴロンゴロンみたいな、そんな感じで落っこっていく場合がございます、ね、なるほど、はい、いいかみんな、あのね、はい、俺ここまで走ってきて、まだ斜面は全然上あるからね、ちょっとこれだからブッシュがきついから取ってないだけで、はい、これまだ全然上あるから、これはデンジャラスですね。でこの斜面の向こうとこっちがスタート地点になってる、はい、特別線とかもう頭おかしいからね特別線の名前的には、はい、山岳フィールドベトナム線といいます。こちら通常の線と違いまして、はい、サバゲープラス登山プラスハイキングですので、この3つを足してますんで、戦闘時間が30分です。30分ずっと、はい、やり続ける耐久メディック戦って形で。その通りです。フラッグ戦だからでも。あ、え、フラッグ戦？フラッグ戦です。フラッグ戦なんですか？フラッグ戦。30分耐久のフラッグ戦。実際、戦闘するんですか？まあ、するめっちゃする。実際問題、今から40年以上前のベトナム戦争の戦闘、ジャングル戦を再現してます、はい、昔は本当にこういうところで戦争をしていたってことですか？その通りです。カンボジアの山奥の中でですね、北ベトナム軍と、はい、アメリカ軍戦ってました、はい、これよりか急なところもございます、はい、そんなところでもう20キロ以上のですね、荷物を背負って戦闘してました、はい、それを再現してるんです。なるほど、はい、いやー、まあ、正直ですね、実はまだ僕ベトナム戦やってないです。この後なんですけれども、はい、表裏あるそうなんで、はい、どっちかは出ますよ、はい、でも正直自信がないです、はい、なのでギブアップもあるんですもんね。ありますよ。なので無理のない程度で皆さんね、遊んでいった方がいいかなと思いますね。はい、はいはい、ではちょっと降りますか。はい、降りましょう。はい、降りましょう。気をつけて降りよう。はい、はい、どこが順路ですか？このハイキングコースどこ順路か。ここ順路。これ。これめっちゃに割れますけどこれ。あ、膝取れた。パパ、膝のパッド抜けた。はい、デンジャラスゾーンを抜けてきました。これは、登山ですね。ねえ、クマムシさん、ここね、スナイパーポジションって最初言ってた櫓なんですけど、見渡したらどうですか？多分もうバリケ入ってる人がこの字が全部見えるからもうそこからスナイプできちゃう感じで、そこからあと3番が山は高いから、ああ、そうですね。上がっていける、上がっていける。あとあれだよ、はい、このフィールドエンドがないっていう売りをね、伝えておかないと。はい、なんと、え、はい、そうなんですか？そうです。はい。実際の敷地面積っていうのは、だいたい1万坪ございます。1万坪？はい。で、その中でですね、はい、併設して、ハイキングコースが取ってます。はい。そこだけです。バリケードがあれば、バリケードっていうか、紹介してるのは、それ以外は1万坪のうちの全部敷地内なんで、はい、自由に移動してもらっても結構です。1万坪って、はい、どのぐらいでかいんですか？そうですね、うん、どんくらいでしょうね。私もね、なんか東京ドーム何個分とか。あ、東京ドームはね、だいぶ、そういうところは広すぎだ。あ、広すぎる。そこまでありません。そこまではないんだ。そこまでです。でも、だいたい1万坪ですね。1万坪、だいたいサッカーコートぐらいかな。サッカーコートぐらいあるんですか？そうですね。それぐらいの敷地面積は山の中にあります。ああ、もう一つ大きいかもしれません。なるほど。高低差のある1万坪だからね。そうですね。高低差のある1万坪、皆さん分かりますか？もっとあるで。そうかもしれません。あ、そうか。表面積は、とんでもない。もう、デコボコしてるから。はい、山、だって、これ、なんだ、ビル何階建て分の山になるんだろう、これ。そうですね、15階建てぐらいあるね。ビル15階建て分の山がある1万坪。はい、ああ、もう。おかしいで、バリケードあるのはここだけみたいな。開きの15階分の山を挟んだスタート地点なんで、このフィールドは。ああ、もう俺自信なくなってきましたさあ、皆さんもね、こう登山が好きで昔ながらのサバゲーが好きでっていう人はいいですよね、こういうところがね。はい、はい、そんなわけでですね、そのビル15階建て分の山があって、敷地面積1万坪、フィールドエンドがない、ね、そんな
フィールドガーデンジェットへのアクセス方法、皆さんね聞きたいと思うんですよ、はい、なので山村さんお願いしていいですか。はい、当フィールドガーデンジェットフィールド、アクセス方法になります、はい、まず車で来る場合、はい、車で来る場合はですね、こちら横浜横須賀道路、乗ってもらってください、はい、そしてですね、逗子、逗子インター下車、約車で5分、うんうん、車で5分と、なります。近いですね、はい、近いです、うん、近くなってる、はい、そして電車で来る場合、はい、電車で来る場合はですね、JR 線に乗ってください、はい、JR 横須賀線に乗っていただきましてですね、はい、東逗子、東逗子駅、はい、東逗子駅ですね、はい、で下車してもらって、はい、グリーン響きのバスに乗ってもらえれば、はいはい、当フィールド近いので、グリーンなんですか、グリーンヒル、グリーンヒル行き、はい、そうです、緑の山、そうそうです。なるほど、そうそう、皆さんそうです、まあ、で名前の通りのバスでした。そこのバスに乗ってもらうとここに近く、そう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 、その通りです。であのタクシーとかでも来れるんですか。タクシーですとですね、はい、JR 東寿司から1メーターで来れます。1メーターで、無料送迎とかはあるんですか。無料送迎に関してはですね、はい、あの一応あります、あります、ですので、こちらの方はですね、はい、ホームページより、はい、ホームページをですね、こちら、備考欄に設定していただければ、はい、無料送迎の方にいたしますので、あ、でも無料になってます。無料送迎は動画説明欄のところでですね、URL のリンクをね、貼ってさせていただきますので、皆様こちらの方からですね、ぜひチェックしてみてください。はい、こんなわけで、熊口さんね、お疲れ様でした。全然全然。走りまくって、山中さんもありがとうございました。はい、そんなわけで、この、まあ関東で唯一じゃないかな、このむちゃくちゃなデンジャラスフィールド、ね、皆さんも気になると思うので、ね、ガーデンZよろしくお願いします。スリング持っていこう、こちらいがハオリファンヤウヤウイチチュウェイナガピャオランダシャオシェイ。この動画が面白いと思った人はグッドボタン、そしてチャンネル登録の方よろしくお願いします。